藤丸です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきたいと思います。今日はちょっと面白い話があって、まあ今ね、中国では絶賛春節中なんですけど、この春節の間に価格、ビットコインの価格が上がりやすいっていう話がね、今日記事に出てました。ビットコインを買ってその後15日経過した頃に売れば平均で 9% のリターンが得られるっていうね、見解を、仮想通貨サービス企業のマトリックスポートっていうところが出してます。面白いね。まあ、これ見たら、まあ、2015年から22年までのデータがあるんですけど、まあ、バブルの時は特に 15% とか 14% とかね、結構高い値出てます。ただ、びっくりしたのが、どの年も春節中は上げてんですよ、結局。うん、春節が始まった日に買って15日持っとけば15日、これ10日になってるけどね。うん、いいという結果が出てるんですね。うん、このレポートだと、まあ、10日後は全部上げてるということでした。マトリックスポートの責任者によると、すべてプラスのリターンが得られていると。で、これは、8勝0敗だと。もし過去の履歴が何らかの指針になるなら、2023年1月22日、春節の初めての日にビットコインを買い、10日後の2023年2月1日に、まあ、売れば 9% 平均高くなるということになりますと。うん。で、ビットコインの累積平均リターンは、旧正月の初日に買うと、そっから15から19日あたりに価格がピーク。あ、なるほどね。だから、まあ、10日後、まあ、全部高いんだけど、それよりもうちょっと後の15日から19日目が一番高いということになります。そうなると、2月1日じゃなくて、2月6日以降が高いってことになるらしいです。まあ、あくまで、まあ、過去の例だけど。でも、まあ、こういうサイクルって結構影響するので、その中華系の人が、その、とりあえずビットコイン買って売らないタイミング、その、遊びに行って売らないようなタイミングがあるから、そこでまあ売り圧が発生しなくて、価格が上がりやすいとか、何らかのね、多分理由があると思うんですよね。うん。で、そういう傾向が当てはまるとすると、まあ2月1日までにビットコイン価格は2万5千ドル。326万円を超えるってことになるということでした。中国は長年にわたってビットコインに大きな影響を及ぼしてきた。人々が集まれば彼らはビットコインについても話題にするということですね。面白いね、これね。うん。ただこの上昇傾向に今注意を促す意見もあって、イルカポーブクリプトさんっていう、まだこれよく出てくる弱気派の人なんですけど、この人は今の上昇傾向に対して慎重になるように今促しています。で、チャート分析からすると上昇の仕方やレジスタンスを明らかに操作されているように見えると。これまで見た中で最大のブルトラップだと主張していると。この人だから、昨日も出てきたんだけど、今から1万2000ドルまで下がるって言い続けてるから、それちょっと無理があるかな。今から1万ドルぐらいかかるわけだよね。それはちょっと無理があると思うんだけど、まあそういうね、その、なんていうの、価格が操作されてるから、無理くり上げてきたから、ストンと落ちんじゃないのと、まあ言ってる人もいるということです。はい。で、次が、今日の市場についてなんですけど、昨日はね、米国株も全体的に、まあちょっと下げましたね。仮想通貨が下げたので、昨日は仮想通貨関連株も下げました。コインベース株が、1日で 4.2% 安、ライオットプラットフォームズが 5.2% 安というふうに下落ですと。です。ただビットコインについては 1.5% 安にとどまって 22,500 ドルぐらいに推移したと。ビットコインよりも、まあ、アルトコインの下落が今顕著ですね。アルトコインは、まあ、最近の急騰の利益確定売りが、まあ、先行して、まあ、1日で 10% 以上下げた銘柄も複数確認されましたと。うん。ただビットコインは、この下げはね、調整っていうレベルにも入らずに、まだ上げてくる可能性もあるし、逆に言うとまだ調整しきれてないから下がるとかっていう考え方もできるのかなと思います。
で、ビットコインは、ま、1万5500ドルを大底にして、まあ、上がってきてるんですけど、フィボナッチリトルインベスメントで測ると、61.8% 押しで2万400ドルのサポートラインに当たっていますと。半値戻しは 200MA の1万9500ドルぐらいなので、まあ、1万9000ドルから、ま、2万ドルちょっとぐらいのところまで調整する可能性はあるよね、という、ま、考え方もあると。まあ、いうことです。うん。まあ、そうね、それぐらいまで全然下がる可能性あるかなと思います。はい。ただ、去年の強気トレンドと比較すると、まあ、まだレバレッジ取引の量とか、デリバティブ市場全体の過熱感はまあ一部なので、大規模ロスカットを伴うような急変動が発生する可能性は低いという、レポートも出ております。あと、アルケンリサーチの最新のレポートでは、過剰レバレッジの生産が、まあ、燃料になったということが指摘されています。これは、ショートをいっぱいされてたのが、ロスカット食らって、まあ、無理くり上がってきたみたいな部分があると。で、ビットコインの冷やし RSI が80を超えている異常な高水準にあるということは、まあ、僕も言ってるしね。まあ、一旦ちょっと調整するっていうのは考えておいた方がいいよね、ということですね。はい。で、最近ね、CME、シカゴマーカンタイル取引所の、その、取引高がちょっとね、多めになっているらしいんですよね。今ね、ビットコイン先物の縦玉全体に占める CME のシェアが過去最高水準の 21% まで上昇しているんですね。で、これはビットコイン ETF の承認を背景に CME 先物出来高が急増した時の水準と一緒で、これは過去最高値になった 1BTC 6万9000ドルになったところと同じところなんですね。なので、まあ、再び CME ビットコイン先物市場の、まあ、プレゼンスが高まりつつあるという状態です。ということです。あとね、ジェネシスグローバルキャピタルの提携先であるジェミナイが、3090万 GBTC 株を私的整理で売却してたと。GBTC といえば、そのビットコインと連動した投資信託なんですけど、これが、一時期に 50% ぐらいね、その、ディスカウントの価格。だからビットコインが2万ドルの時に1万ドルぐらいで買えたみたいなね、そういうなんか変な、マイナスディスカウントが発生してたんですけど、まあ、それを手放したということらしいです。その結果、一部の投資家が割安な GBTC を、まあ、ヘッジで行ったっていうのも CME のそのプレゼンスが上がったことに影響した可能性があります。で、一方で今年1月以降にビットコインが反発している局面において CME の先物価格が、まあ、現物価格に対して、まあ、逆ザヤ状態に戻ってきたと。はい。そんな感じで、まあ、だんだん市場戻りつつあるけど、まあ、調整は来そうだよねっていう感じの相場になっております。ということです。はい。じゃあ、ビットコインからチャート分析いきます。ビットコインがね、22,700 ドルを推移しております。ということです。今朝ね、まあ、急落しましたね。一旦ね、22,300 まで落ちましたが、まあ、ビットコインについては、まあ、さっきも言った通り、調整っていうレベルまで来てないぐらいしか下がってないんですね。1% ぐらいしか下がってないので、今直近は、まあ、その、前回のレジサポの 21,700 まで下がってきてないので、まあ、この辺までちょっと時間かけてズルズルするか、まあ、こう横横してる間に4時間足の 50MA 上がってきて、それにタッチして、再度上昇みたいになりやすいのかなっていう感じは思いますが、一部のアルトコインがすでにちょっとね、もう上昇トレンド下に割ってきてるので、一旦その、なんだろう、4時間足レベルとかじゃなくて、日足週足レベルの調整とかになってくる可能性も、まあ、念頭に置きながら、でもとりあえずは、トレンドは上昇なので、押し目でロングしていきたい場面。っていう、ちょっと言ってることがあるかな。とりあえず、まあ、ロングなんですけど、なるべく低い価格帯で狙いたいよね、と。ビットコインについては。まあ、そういうことです。まあ、チャンスはやっぱりね、移動平均線タッチするところかなとは思ってますけどね。はい。冷やしでなんかいいことあるかな。冷やしで言うと、そうだね。まあ、同じようなことになるんだけど、やっぱりこの2万2000ドル付近のところまでの下落はあってもいいのかなと思いますけどね。一旦そこまで下がってから、リバって上とかっていう風になりやすいんじゃないかなと、僕は思ってます。はい。じゃあ、イーサです。
で、イーサーについては結構急落しましたね。昨日ね、1630ドルぐらいから1520ドルぐらいまで結構大きく落ちました。で、その結果、4時間足の移動平均線に、まあ、タッチしたんですね。で、タッチして、元々あったレンジに戻ってきていますと。おやおやと。うん。つまり、直近のサポート割りましたということなんで、ちょっと怪しい雲行きではあるんだけど、でも一応まあ移動平均線は割ってないので、まあ目線的にはこのね、こういう下髭長いところでまあロングするっていうのが普通ですね。ではロングしていっていい場面かなと思いますけど、あんまりちょっとね、なんだろう、高値更新は必ずするかわかんないので、ロングして、なんていうの、三尊みたいになりがちだと思うんですね。三尊みたいになる可能性もあるから、ロングしてもやっぱ1600ドル超えたあたりぐらいで利確してもいいんじゃないかなと。ちょっと細かいけどね。うん、そんな感じでは思ってます。うん。日足で見たら、そうね。まあ日足で見たら、まあ明らかにちょっと少し下がってはいるんだけど、まあ移動平均線とその距離があったのをだんだん埋めに来てる感じもするので、まあ、しばらくこの辺の価格帯で横横して、移動平均線がその間に上がってきて、50MA が1500ドル台とかになってきたあたりではまた反発しやすいのかなっていう感じはしてますけどね。うん。はい。じゃあ次 XRP。XRP も、残念ながらね、このね、0.41 ドルのところのレジサポを割ってきたので、また下の段に戻ってきたんですけど、XRP もまあ移動平均線と結構乖離があったので、まあ4時間足の移動平均線に、まあ今夜か、まあ今日、まあ明日ぐらいにタッチしそうなんで、まあこういう急落した場面でロングするのが一番いいかなと。まあロングして、そうだね。まあ直近高値ぐらいまで狙う。0.43 ぐらいまで狙うのが、まあベストなのかなと。いう感じはしますけどね。まあ、それかもうちょっと高いあたり。0.44 とかまで狙ってもいいかもしれない。こういう急落した下髭長い時は、大体一旦は反発してくるので、逆張りの、ま、ロングしやすい場面かなと。はい。まあ、日足ではこんな感じですね。日足でも結構、下髭が長い状態で今推移してるので、まあ、まだ上に飛んできそうではあるかなとは思いますけどね。はい。はい、そんな感じで、まあ、とりあえずね、ちょっと昨日急落したけど、そんなに主要アルトとかビットコインについてはトレンドを崩すほど落ちてないので、逆にその押し目を与えて上に行く余地を与えてるような感じにも見えなくないかなと。チャート見る限りではね。うん。はい。そんな感じですね。はい。あと、引き続き、バイビットの方で、初回登録と入金で最大400万円分ぐらいの US ドルテザーもらえるキャンペーンやってるみたいなんで、コメント欄の一番上から登録してみてください。チャンネル登録、動画のグッドボタン、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所、バイビットがおすすめ。200種類以上のゲーム取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクは、コメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また、藤原の YouTube メンバーシップなら、毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。